はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、ダンジョン高校やっていきたいと思います。初回になります。でダンジョン高校はね、いろいろちょっとね本当に特殊なんで語りたい部分はあるんですけれども、まずもう大前提としていきなり強い選手は作れないということですね。本当に下準備に下準備を重ねてめちゃくちゃ時間をかけて、そこからガチで育成が始まるっていうところになります。で、まあ、デッキの方とかもね、最初の方はもう全然気にしなくていいと思います。っていうか最初はもう本当に選手を作るんじゃなくて、装備を作るとか、なんかその装備を作るためのレシピを集めるっていう形になるんで、もう選手登録とかしないんですよ。でただですね、まあ、ある程度進んでくると、装備を作るのにね、なかなかレアアイテムを使ったりしたりするんで、各キャラクターに、搭載されているスキルですね、それはキャラクターごとに、固有のものを持っているので、まあ、ちょっとそれが重要になってくるというところですね。まあ、サイガとかはねレアアイテムが出現しやすくなる目利きっていうスキルを、高いレベルで持っているんですけれども、まあ、そういったところですね。金原はね二刀流っていうのを持ってるんで、まあ、一応入れてきました。あと役割があるんでね、ガード、バウンサー、レンジャー、スナイパーっていう、まあ、各1人ずつは、いた方がいいのと、まあ、主人公はね、一番最初に選べるんで、まあ、それはちょっとやっていきながら、見てみましょう。で団結レベルっていうのがあって、まあ、単純にそれがレベルですね。で経験値が手に入るんですけれども、まあ、100ごとに1レベルずつ上がっていきます。で200あればもう一気に2レベルとかね上がったりするんですけれども、まあこれはイベキャラがどれだけいるかによって経験値が変わってきます。もうモブキャラだけだったら、経験値はゼロですね。あとはそのデッキには入れてないけれども、まあ、固有のキャラクター矢部くんとかね、カネクラとか、まあ、ここら辺がいれば経験値になりますというところで、だから精神で経験点が高いと結構美味しいですね。まあ、経験点っていうか経験値っていうのかあれですけれども。でね、野五郎くんはね一応ね霊力だったかなのスキルを持ってるんで連れてきたんですけど、最初の方は霊力は必要ないかなっていうのはありますね。ここはもう団結が高いところをどんどん選んでいきましょう。でなんかレベルが上がると経験値が手に入りにくくなるかって言われるとそういうことではないですね。もう同じ量だけ手に入って、まあ、モンスターを倒した時とかね入りやすい入りにくいっていうのはあるんですけど、練習する際には、別にそういうのは関係ないんで一定で手に入ります。で100貯まればレベルが1上がっていくと。で、まあ、コツとかもね正直どうでもいいっちゃどうでもいいんですよね。もうこの主人公くんは完全に人柱なんで。で今回やることは、まずは何はともあれ、装備を充実させていきたいんで、ちょっとこれはもう聞かないでやっちゃいます。レシピ集めですね。まずはレシピを集める、これがめちゃくちゃ大事ですね。とりあえずガードでいいかな。で、ここに急行車が出てるので急行車に行きましょう。ここに4つありますね。で開発でアイテムを作れるんですけれども、まあこのね、武器今1レベルの武器しか作れないので、レシピを手に入れて、なるべくレベルの高い武器を作れるようにしていきます。まずはで武器は1回作れば、次回以降のサクセスに持ち越せるんで、要はいきなりね強い武器を所持した段階から始められるというところが、大きなところになります。でもちろんね防具とかもあって、でいろいろとねこのまたスキル的なものがついてるんで、まあ、それも重要ですね。で、エプロンは特に何もないのか、まあ、応急手当とかね行動速度が上がったり、まあ、もちろん防御力とかもあるんで、アクセサリーは基本的に、追加能力がメインかな。ヒットポイントボーナス、20とかで必要な素材ガラクタとかボロ切れとかあるんですけど、ここら辺のね素材は持ち越せないんですよ。だから、アイテムにしないとダメっていうことですね。で、まあ、あと装備ももちろんするんで、でこれはなんていうの、絶対武器が一つってわけではないんですけれども、あんまりね武器ばっかり装備するともちろん防御力が低くなっちゃうん でアクセサリーを、ね、いっぱい装備することもできるんですけど、そうするとね防御力とかまた低くなっちゃうんで、まあ、バランスが大事ですね。でとりあえず編成をしていきましょう。でパーティー、まあ、三角か、
これはちょっとね、あの、アプリとは操作が違うんで、慣れないんですけれども、主人公ガードでしょ、で、サイガがバウンサーでしょ、で、久方が、スナイパー、で、レンジャー、ナヌークか。これでいきましょう。で、なんだろうな、あの、能力的なものってどこで見るんだ、ちょっと申し訳ないね。スキル、こういうことか。で、目利き。で、目利きとかって、あ、あるね。戦闘でいいものを拾いやすくなると。で、ナヌークは、なんで連れてきたかっていうと、幸運と、目利きですね。お宝発見数が増えて、かつ、いいものを拾いやすくなるというところになります。で、久方なんで入れたの俺。あ、久方も幸運を持ってるからか。で、レベルは、確か、なんていうの、いろんな人の分が重複するはずです。目利き8に目利き3。いや、重複したかったかな。ちょっと忘れちゃったな。一人で、レベルは確か15くらいまであって、重複はしないか。だから目利き8になんかいろいろとアクセサリーをつけてレベルを上げていくっていう感じだったかな。で、最初はもう装備全く何も持ってないんで、素手の裸ではないか。ユニフォーム着てるから。素手プラスユニフォームでね、ちょっと行かなきゃいけないんで。で、行ける箇所も最初は、校舎入り口になります。体力は 90%。これは今の体力量によって決まりますね。ちょっと減ってるんで。で、探索開始になって、こうやってなんかちょっとスゴロクっぽい感じに、なるんですけれども、まあ、赤いところがね、モンスターとの戦闘。で、ちょっとある程度はね、目押しができる実力がないと、ちょっと厳しいですね。で、今のびっくりマークは、まあ、なんかそのマップ特有のイベントが起こりますと。で、新しいなんかね、地域とかを発見する場合もあるんですけど、ちょっと、これは探索を続けると。で、左上の探索率が 100% になると、そのマップは踏破ですね。ちょっと待ってね、なんか全然モンスターのところに行かないんだけど、ここら辺で押せば全然ダメだ。周囲を調べる。ここでね、ちょっと経験点とかが入ったりします。戦ってみますか、モンスターと。人食いゴキブリ。やだよね。ゴキブリをさ、パンチでさ、ぶっ倒すんだよ。まあ、最初だけちょっとゆっくり見ますか。もう本当に RPG なんで。でね、命中率がね、結構、なんていうの、低いんですよ。まあ、それなりに基本攻撃は当たるんですけど、ミスもね、わりかし多いっていうような感じで、すいません、長くなるんで、ここは一気に早送りします。もうひたすらパンチするだけなんで今で、もう 97% なんで 100% になりましたと。で、パンチでこいつをぶっ倒しましょう。で、あんまりね、早すぎるとね、いつの間にか味方が死んでるんですよね。あ、やべえみたいな。そこだけはちょっと気をつけてもらって、で、まあ、精霊の元とかね、固い木とか、団結の経験値も手に入れましたと。で、イベントに関しては、ちょっと、まあ、皆さん各自やりながら見ていただければと思いますので、短くすると。いや、ほんと長いんでね、これ。で、まあ、これはね、サクセスのたびに、もう一回最初から探索する形になるんで、まあ、別に2回目とかでも、全然見れます。だから前イベ後イベとかもね、全然気にしてないですね。だから今体力がちょっと減ったじゃないですか。あんまりね、急降車行きすぎる と、初期ヒットポイントが低いんで。で、ちょっと開発しますか。硬い木をね、手に入れたんで、ちなみに緑が、まあ、ガード用、これがレンジャー用、バウンサー用、スナイパー用ということですね。まあ、各ね、あの役割で特徴があって、スナイパーの、ね、攻撃力だけ見ると43で、他に比べて全然強いんですけど、これはね、一発ずつ、ね、銃弾を込め直さなきゃいけないんですよ。要は2ターンに1回しか攻撃できないっていうようなイメージですね。じゃあ、まあ、とりあえずスタンダードにすりこぎ、これシンプルな大きれって書いてあるけど、で、あ、大成功か。いきなり攻撃力37、命中率90。そう、基本攻撃力
から、強くなったり、また追加能力がね、増えたりするんですけど、なんかいきなり強いのできましたね。攻撃力17だったのが30いくつができたじゃないですか。で、どうしようかな。バンテージでも作る、バウンサー専用武器2回攻撃、まあ、作ってみようか。せっかくだし完成、まあ、これ普通ですね多分。命中75だったんで命中はちょっと下がってますね。あと、フラッシュライトか、草刈り釜になるの、これどっちがいいの、まあ、命中率を取るか攻撃力を取るか。なんか罠系なんだよねこれ。罠かナイフか、どういうあれがあったかな。装備詳細、あこっちの方が TP っていうのは行動力ですね。 TP がなくなるとちょっと、行動できなくなっちゃうんで回復させないといけないんですよ。パチンコ作ろっかやっぱり完成と。だからこれでいい武器が出るまで、パチンコをいっぱい作り続けるとか。フラッシュライト作れんね、作ろうっていうことも、必要ですね。時にはいい武器ができるまで、同じ装備を作り続けると。だからすりこぎも今回いい武器ができたじゃないですか。まあこれはこれでいいとしても、たまにねしょっぽい武器ができたりするんで。フラッシュライトってさどうやって攻撃に用いるの。パチンコと、あ攻撃力は強いね、61。よし、じゃあこれでもう一回挑みましょう。で、最初のね校舎入り口をクリアしましたので、1階南廊下っていうのが、出ました。で今回の目的は本当にレシピを手に入れるんですけども、レシピっていうのが、そのレシピ、2とか2から始まるのかな、1から始まるのかな、ちょっと、忘れましたけど、要はね順番通りに取らないといけなくて、でそのレシピがどこにあるのかっていうのはこれもうね完全に調べていった方がいいです。でダンジョン高校をやるときはもう全部ネットとかで、情報を調べてやらないと相当時間の無駄になるんで、なるべくね、下準備、もう下準備の下準備ですね、情報は仕入れてから、やるのをおすすめしますということで、1階南廊下に行きましょう。でここでびっくりマスを踏むんですよ、踏まないといけないんで、ま、ある程度ね、目押しが必要になるんで、ルーペが見えたあたりで押せばいいかな。ちょっと流れるんでね。でこれで、つるっと滑って、1階階段への道を発見したということですね。でまあその後も探索は続きますと。で今はね武器があるんで少しはマシになってるかな。いつの間にか本当にヒットポイント減っていくからね。茶色いカラカラクタボロ切れというような感じで、でまあ、サクサクサクっと探索を続けたいときはやっぱりこの足跡を踏んだ方が探索率がねたくさん上がるんで、まあ、いいような気もするんですけど、ただアイテムとかはね手に入らないんで、敵を倒した方がその素材が手に入るし、また団結レベルのね経験点も手に入るし、でナヌークとかちょっとヤバくなってるけど、これもうマジで高速でやってるといつの間にか死ぬんですよ。気づいたら瀕死になっててあやべやべやべって思ってると死んじゃったみたいな。回復アイテム持ってきてないよね。行動変更で、防御とかだとね防御力倍増とか、息を整えるで TP 回復、逃げる、無防備戦闘離脱というのがあるんですけど、回復薬持ってきてないね。ゴキブリ君はね意外にね根性がね鬱陶しいんですよね。で、すいませんここら辺もちょっと飛ばしていきましょう。なんかムカデがいるみたいですね。で普通にクリアしたことによって1階東廊下への道を発見したと。で連れてったキャラクターは、まあ、一応評価が上がりますと。でこれ彼女キャラを連れていくと彼女キャラの評価も上がっていくんで、まあ、それでね評価上げをするっていうのも、まあ、ガチ育成の時はちょっと、必要ですね。ここら辺のね通常のイビキャラも本当特にどうでもいいんで、
で、どうしようかね。メンタル、特に経験値が手に入らないんで、こういう時はもう寝ちゃっていいよね。割とね、強引にね、突き進んでいっても最初の方はいいかもしれないんですけど、まあ、今回はね、レシピ2とレシピ3を、手に入れることを目標にしていきましょう。まあ、もちろんね、こうやって一周一周月日が経っていくんで、あんまりゆっくりしててもね、特に何もできずにサクセスが終わっちゃったっていうことになりかねないんで。で、じゃあなんかやっとく。応急手当、行動速度が遅くなるのか。白衣、一応白衣みんな作っとく。完成8、白衣完成81、変わんない。完成8、応急手当が2だね。応急手当は戦闘が終わった後ちょっと回復するのかな。で、白衣が、とりあえず4つできましたと。で、基本的にはイベキャラって1、2、3、4、5、6人連れてこられるじゃないですか。でも、あの装備はね、外したりつけたり、簡単にできるんで、そんな6人分の、ね、装備を作る必要はないですね。だからこれだけ応急手当2ですね。ちょっとだけいいかな。ランクが7になってるんで。で、みんな一応装備させましょう。ちょっと待って、これどうやるの。こうか。まだ慣れないですからね。で、白衣、久方も、こうか。で、白衣と。よし、これで多少防御力も上がったかな。で、次は、まあ、普通にそのまま1回東廊下へ行きましょう。あ、で、ちなみにね、これ、2分の0ってなってるじゃないですか。これ、ルートがね、2つあるのかな。それともなんか、びっくりマスを2回踏まなきゃいけないのかな。まあ、いずれにせよ、ここはね、びっくりマスを2回踏まないといけないんで。で、今回失敗したとしても、また翌週ね、来れるんですけど、ちょっと早かったか。ほら、いけ。ほんと根性がね、何なのっていう。で、回復しましたと。今のは応急手当ですね。だからこの足かね、この足あたりで押すのがいいのかね。うわ、流れすぎた。何回もやってね、ある程度狙ったところにマス目をね、止められるっていう技術が、これはかなり重要になるんで。よし、 OK。 とりあえず1回目、職員室 A の道で、ちょっともう1回踏まないといけないんで。うん、流れたか。このね、流れ具合がね、なかなか難しいですよね。ただ白衣を装備したことによってだいぶ楽になったね。もう1個流れろ。いかないか。ちょっともう探索率が 69% になってんな。ダンジョン高校はね、1サクセスをやるのに結構時間がかかるんですよ。まあ、この動画もね、ちょっと何分になるのかっていうのは、読めないんですけど。うわ、ちょっと待って、もう82か。あと2回くらいしか押せないね。よし、 OKOKOK99 で、保健室への道を発見したと。まあ、あとは何でもいいかな。敵と戦って素材を入手しておきますか。まあ、今はね、あのゴキブリと変な葉っぱみたいなやつしか出てきてないんですけど、まあ、もちろん後の方など全然強いやつも出てきます。で、主人公とかがね、ちょっと TP がやばくなってるんですけど、これなくなっちゃうと、あの息を整えてね、回復しないといけないんですよね、 TP を。金原とか全然もうイベント内容が分からん。まあ、金原の言う通りだにしておく。あ、そうそうそう、あとね、だからあんまり体力減らしたくないんですよね、イベントで。これ守備にしとく。この辺のね、イベントもちょっと調べておかないといけないんですけど。で、これでね、なんか団結レベルが上がったりもするんで。
上がらないか。もうどん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 急降車に潜っていきましょう。で、また素材を手に入れたんでね、どうしようか。行動速度4、防御力は帽子の方が強いね。でもハチマキは行動速度が上がるのか。ブーツは普通に行動速度が上がりつつ、リストバンドは必殺、ヒットポイントボーナスとか、まあ最初だから、あ、ネバつく液体が全然ないのか。これはガラクタだけで作れるからちょっと作っときますか。4つ2でしょ、2の4があれか。おお、これ結構ついたね。 TP ボーナスプラス5とか、おお、これもいろいろつきましたね。じゃあ装備していきましょう。っていうかもうこれはお任せ装備で全然いいのかな。お任せで、お任せで、お任せで、お任せとで、次はどこへ行くかっていうと、保健室ですね。このハテナがあれかな、なんかレシピがあるよっていう印なのかな。で、保健室あたりから多分敵が変わってくると思います。で、ハートマスがあるんですけど、これはね、あのヒットポイントとか、TP を回復できるんで、特に敵とかは出ないかな。で、この経験点自体は多分3回戦闘してあのルーペを踏むのが一番効率いいのかな。まあ、これでね、ちょい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 経験点を稼いでいったりもできるんですけどめっちゃ流れんな。ここは敵と戦闘しないで終わりそうだね。だね、素材集めとかをしているときにね、この敵と戦闘しないで終わるとかマジで無駄なターンなんで。おお、出てきたね、なんか変なやつ、スライムっぽいやつ、ライムあ、何手に入れたかちょっと見れなかったけど、これでただ探索は終わったんで、短くしていきましょう。新しいアイテムが作れるようになったと、メモを見つけて、で、開発に新しいアイテムが追加されましたと。で、これで、レシピが1個手に入りましたんで、次のレシピを、求めて、また探索の方をやっていきましょう。で、そうですね、ちょっと回復アイテム持っていきましょうか。小さな花、今なんか期間中で最初にちょっとこういう素材が手元にある状態でスタートするのかな。レシピ2を手に入れたんで、この痛そうな棒とかね、少し武器っぽくなった棒、ショートダガーとかね、作れるようになって、で、多分こっちの鎧系もね、ジャージとかね、作れるようになってるんで、精霊度がね全然足りないんですけど、ここは探索をしながら素材を集めていきましょう。ご機嫌バンクとか、TP ボーナス20はね、最初の方もしかしたらでかいから作っておいた方がいいかもしれませんけど、次はレシピ3を、目指すんで、まず1回階段に行きましょう。体力 70% か。で、ここって強敵が出るんだっけ。そう、強敵はね、もう最初に会うと絶対勝てないんで、安全圏に行きましょう。要はその強敵が通り過ぎたところで、丸ボタンを押せば、まあ、とりあえず戦うことはないんで。で、ここら辺はあのびっくりマークを踏んだとしても特に新しい地域が出るわけではないんで。じゃあ階段のところに来ましたので、次の2階ですね、行けるようになりましたと。まあ、最初の方はね、あの応急手当はね結構いいと思います。戦闘が終わった後にヒットポイントが回復するってやつ。これはどれでもいいよ。で、体力がちょっと減ってるんで、一応メンタルを見て220か。220は結構おいしいね。やろう。まあ、ここはね、寝るべきなのかレベルを上げるべきなのかっていうのはちょっと練習状態を見ながら。これどうしよう、無難に行くか、また今度。体力アップ、 OKOK、
で、また急降車に潜っていきましょう。なんか作れるかね。痛そうな棒。あ、ダメだ。全然ダメよ。精霊道だね、もう。精霊道が必要だね。で、精霊道ってどうやって作るの？これ素材はね、なんかその貝の素材から上位の素材を作れたりするんで、精霊の元2個とガラクタ1個。あ、なんか作れそうだね。痛そうな棒って？あ、全然作れんね。これちょっと作っとこう。精霊道を作って、痛そうな棒にして、攻撃力30ってさ、どっちが強かった俺のレア武器とすりこぎ。37の90だよ。いや、痛そうな棒ちょっと失敗したな別の武器を作ればよかった。すりこぎはなんかレシピ3くらいまでなんか現役でやれそうだね。なのでショートだが精霊度が2つか。バンテージ、まあ2回攻撃だけどね。攻撃力が低い。ハンマーは攻撃力が高い。吹き矢。精霊度2つか。プロテクターもね。もうちょっと、アイテムを集めてから、やっていきますか。で、2階に行けるようになったので、2階南廊下。ここを突破していきます。じゃあ次はね、2階東廊下ですね。ここを目指していくんですけど、ちょっとメンタルを見て、60か。100あったらな、ちょっとやりたいけどな、どうしようかな。やろう。ちょっと回復させておきましょう。ヒットポイントを。あ、そうか。で、まあ、アプリではね、セクション1、2、3、4っていうのがあるんですけども、ある程度ターン数が経つと、なんか鍵を持ってるとね、その鍵を使うかどうかみたいな選択肢が出るんですよね。確かあと何ターンっていうのが左の方に載ってた気がする。そうだね、ルート分岐まであと12ターンっていうのがあるんで、またね、どん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 こもっていきましょう。どうする？なんかそろそろ開発しておく？精霊道だね。ちょっと精霊道を作っておこう。精霊の音が足りんな。で、どうしようかね。一撃必殺のレンジャーにする？作ろう。吹き矢。弱っ！ 57 って、めちゃくちゃ攻撃力下がってるやん。こういうのがね、できるとね、ちょっとショックなんですよね。すげえ必死こいて、集めたやつがめちゃ弱いみたいな。てか、パチンコより弱えじゃねえかよ。ま、マジボツだわ、これ。で、じゃあ次は2階東廊下ですね。さっきね、教室 2A を見つけたんですけど、特に今回 2A は寄らないかな。レベルも30って結構高いんで。で、ここで、びっくりマスをね、踏まないといけないんですよね。危ねえ、びっくりマスがさ、すっげえ嫌なとこにあるんだけど。強敵マスの隣にあるとかね。まあ、あとは安全に行きましょう。安全に。で、次は2階階段かな。で、3階に向かっていきます。っていうか 2D のマスとか、あれいつの間にかハゲが出てきてるぞ元気になろう。体力を回復してくれるのはでかいんで、もしかしたらちょっとごめんなさい、 2D は必要なかったかもしれないですね。またさらになんか作れるかなと。やっぱりね、武器だよね、武器。痛そうな棒とかもな、ちょっと失敗したからな。今回レベル2の武器を作るのにだいぶ失敗してるね。ショートだが精霊道、多分精霊の元が全然足りない。
まあ進んでいきますか。2階階段に行きましょう。てかさ、こいつ強くね？サイガがめちゃくちゃ減ってんだけど大丈夫か？なんかフラッシュライトがめちゃくちゃ弱いね。今レベル1の武器だとやっぱり辛いかな。もう少しレベルを上げないときついか。やばい、サイガがほっといたらやられたんだけど、これまずいな。ちょっとこの回今の段階だときついね。やられた。これ主人公やられるとね、終わりなんですよ。まあ終わりっていうか、そのターンが消耗するだけなんだけど。お、小さな花を手に入れた。ちょっと装備もうちょっと充実させないと無理だね。今回でな、レシピ3までは取っときたいんだけど、まだターン数あるんで、ちょっとアイテムを作ります。そうするとどうしようかな。なんか適当に職員室とか漁っておく。でちなみにね、この出てくるモンスターは何ていうの、地域によって固定されてます。だからこのモンスターと戦いたいときはここに行くっていうのをね、知ってないと素材を集めるのにもね、またあの時間がかかって効率が悪くなっちゃうんで、メンタルを見ましょう。まあ60あればいいかな。メンタルで回復しつつレベルを上げつつ男女に挑むっていう、そういう流れでね、いいと思うんすよ。これはなんだ。そうだね、確かに適当にしとこう。なんかあんまり続けてもな。さっきの探索でね、あんまりこう成果がなかった気がするんだけど、やっぱ武器だね。バンステージじゃなくてフラッシュライトが弱いんだよな。ショートダガー、精霊どうか。結局精霊の元が足らなさすぎる。精霊の元はここから作れるのか。ちょっとこれいっぱい作ろう。とにかくひたすら作る。で精霊どうもいっぱい作ろう。ガラクタはね大量になるからね。よしで、ショートダガー、これは31 29、命中率が高いね。いや低くなってるよマジかよ本当に。もうこれちょっと吹き矢もう一個作ろう。頼みます。85の81。まあ悪くないね。まあ悪くない。よし、じゃあ吹き矢を装備しよう。あでね、スナイパーに関してはなんていうの、これ2つ装備すると1個使うと弾装填しないといけないんだけど、2つ装備すれば連続でね、攻撃できるようになるんで、なんていうの、そのうまく表現ができないけど、1ターン目に吹き矢を吹いて、で2ターン目にね本当は装填しなきゃいけないんだけど、こっちの吹き矢を吹くと、2回攻撃が連続でできると。ただ2つともね弾が装填されてない状態になるんで、まあ3ターン目以降どうするかっていうところはあるんですけど、とりあえず2つ装備しておこう。吹き矢とパチンコで、あんまり長期戦にならないようだったらね、火力が高いんでスナイパーは。で、あとは、ナヌークのフラッシュライトか。これは、まあでもショートダガーの方が全然強いからね。ボーナス系がだいぶなくなるけど、しょうがない。で、これでね、いいアイテムが出るまで、やっぱ、頑張っていきたいんだけど、もう少し職員室あたりを漁る？ぶっちゃけね、ここら辺でなんか弱い敵からアイテムを回収する方法でもいいと思うんだけどね。最初の方は早っはい
そうですね。じゃあ、頭を全然作ってないんで、この5機嫌メット、茶色いから1個で作れますんで、これをまた4つ生産しましょう。8。お、超成功。いいね。ガードプラス2っていうのは、ガードに装備させると、まあ、レベルがプラス2上がるっていう感じですね。ただ、目利きプラス3がついてるのか、これ、災害に装備させるのありだね。まあ、たまにね、そういうのが、出てきたりするんで。茶色いから7個あるんで、もうちょっと作っとく。なんかいいのができるまで。なんか使うっけ、茶色いから。全然普通だな。レンジャープラス1。まあ、2つくらい取っておきますか。で、いらないのはね、本当に捨ててった方がいいんで。で、ちょっと待って、頭。ご機嫌メットがすんげえいっぱいあるんだけど、これを、もちろん、いいやつを装備させた方がいいので、まあ、主人公はこれでいいかな。で、最後に、このご機嫌メットの一番いいやつを装備させましょう。目利きが上がるんで。で、ナヌークは、レンジャーなんで、レンジャーが上がるやつあるよね。レンジャープラス1。で、久方に、このご機嫌メットのスナイパーが上がるやつ、これを装備させましょう。で、他のご機嫌メットはいらないんで、まあ、正直ね、不要なものは捨てちゃっても全然いいんですけど、いっぱいありすぎるとね、マジでわけわかんなくなるんで、いらないものは捨てたいけど、三角か、捨てよう。どんどん捨てていこう、ここら辺のは。よし、OK。で、どうかな、もういけるかな、さっきの。2階階段だったっけ。そうだね、2階階段いけそうな気もするんだけどな。ちょっともう1回挑戦してみますか。 83% か。どうしようかな。メンタル、うわ誰もいねえ。まあいいや、行こう。2階階段に行きます。早いねこれ。ただね、強敵が固まってるんで、強敵が通り過ぎたところでボタンを押せば大丈夫なはず。 OK。 これもう強敵に当たるとね、 100% 勝てないんで、今の戦力だと。まあ、ちょっとどんなのが出るのっていうのはね、気になる人はもしかしたらいるかもしれないんですけど、これってどうなんだろうね。サクスペをやってない人もなんか見てる人っているのかね。ちょっとそこら辺の視聴者数がどうなってんのか分かんないんですけど。でもしサクスペをやってない人で、なんかこの物語的なものを知りたいっていうんだったら、まあ物語回を一回作ってもいいかもしれないですね。まあそこら辺はちょっとどういう人が見てるのか分かんないんで、コメントでお知らせいただければと思います。ちょっとこの体力量はねきついんで、まあ120あるんで回復させましょう。一応なんだっけ、ミサちゃんとか連れてきてんだっけ。全然使ってないけど、これはどうしようかね。体力減らないっけ、観察しても。でさ、よくよく考えたらさ、あそっか、金原があれか、サイガと被ってんのか、バウンサーが。金原二刀流だからね、連れてきてみたんですけど、ちょっと入れ替える。パーティー編成で、ね、金原に変えましょう、一回サイバーを。でそうすると、ね、金原はね何持ってるのかっていうと、装備から見ればいいのかな。二刀流なんですよ。2本武器を持つことで二刀流が可能になる。ガードの剣か、レンジャーの探検か、バウンサーの拳か、これは何、土っていうのハンマーみたいなやつ。あと探索技術は何これ、特別イベントマスが増えて、探索を続けるマスの、探索率上昇も増えると、まあ、ここら辺のスキルですね。まあ、これはちょっともう本当にネットとかで調べてもらうほかないんですけど、俺金原はだから結構強いと思うんですよ。アプリではね金原持ってないんで使ったことないんですけど、じゃあ二刀流で、こいつはバウンサーなんで拳か土を2つ持たせると、二刀流で攻撃してくれるんですけど、まあ、そもそもちょっとサイガの武器を、サイガの装備をこれ全部外しましょう。 OK で、金原に付け替えると、バンテージ
え、バンテージだったっけ、まだこれ。で、ちょっとご機嫌メットとかね、目利きさんだから、一応そうするとこういう風に、あれですね、応急手当とか戦闘後に仲間を回復するんだ。自分が回復するわけじゃないの。ちょっとよくわかんないけど、体さばき、攻撃を回避する、目利き、いいものを拾いやすくなる。そういう感じですね。じゃあもう一つ作りましょう。バンテージか。大きなハンマーは粗い布、粗い布が2つあればいいわけでしょ。これいけるね。ちょっと2つ作ろう。ハンマーでいいんだよね、あのバウンサーの土みたいなやつって。装備詳細あれが載ってないね。そのなんていうの、武器の特性みたいなやつが、まあいいや。大きなハンマー56の73ってどうだっけ。56の、ああ攻撃力はちょっと上がってるね。42の75か、まあしょうがない。でこれを金原に2つ装備させましょう。大きなハンマー、なんとなくこっちが先で、もう一個大きなハンマーと、まあ、順番はね別に関係ないはずなんで。だから一応これで武器装備しちゃうと、ちょっと防具とかね、アクセサリーが、つけられなくなっちゃうんですけど、まあ、そこはね、なかなか攻撃力を取るか、防御力を取るかっていうところをどうしようかなっていう。で、3階南廊下、ここも行っちゃっていいかね。で、ここは、びっくりマークを踏みたい感じかな。2階踏みたいかな。ただ全然余裕あるんで、ちょっと待って、またびっくりマークはわけわかんねえところにあるな、これ。ルーペのところあたりで押す？おお、まず1回目、怖い。まあ、ターン数はね、全然余裕があるんで、はい、来たー！強敵が出現。下がってみる？でも絶対無理なんだよ、これ。今の戦力だと。ちょっと待ってね。でこれは何なのかっていうと、下に青いゲージがあるじゃないですか。で貫通属性の武器がないと、なんていうの、その下の青いゲージをね減らさないとダメージがね通らないんですよ。食いちぎりとか、もうやべえでしょ。もう初回だと絶対無理なんで、これ。行動変更でちょっと逃げましょう一応。全員離脱、全員離脱ってあったよね、でもそういえば。全員逃げる。はい、OK。死んだ。逃走。っていう感じですね。で、死んだキャラは基本的にその飲み物マスみたいなところに行かないと、ハートマスか、生き返らないんで。できればただもう一回踏んで死にたいよね。踏んでおけば死んでも大丈夫な気がするんだけど、よし。うん、3C ですね。で、この 3C に、レシピがあるんで。またまた当たったよこれも。ほらほら、無駄な戦闘だけどさ、サクサクサクっと死にますか。じゃあ、おお、さよならグッバイ。まあ死ぬとね、素材は失っちゃうんですけど、ただルートは開発できるはずです。うん、160やっておきますか。でレシピのね3を手に入れたら、1回ねそのレシピ3の、これどうする。どれがいいんだかよくわかんない。レシピ3のね装備を整えたいですね。あ、いいね、これ体力回復するじゃん。教室 3C か、ここか、レベル28、かなり厳しそうだけど、行ってみようか、とりあえず、余裕はあるから。で、ここは強敵は特にいないんだけど、とりあえず突破したいからな、あんまり敵と戦いたくないんだよね。素材は素材でちょっと別で集めたいから。あ、サクサクサクっと行きたいけど、休憩。あ、ちょっとしか休憩しないかな。で一応復活したチームメイトと休憩を取ったということで、死んでれば
復活しますね、これで。うわー、まためんどくさそうなのが出てきたな。これもあれだ、下の青いメーターを減らさないとダメージが通らないっていう。金原の二刀流どうなの？これなんかいいね、やっぱりいい気がする。ただちょっとやっぱり命中率が低いかな。結構ねミスが出るんですよね。ほらミスミスっていう。でもちょっと二刀流になると2回分のね、あの攻撃 TP を使うんで、もうちょっと金原がやばいっすね。で久方のスナイパーもね TP 結構使う触手なんで、まあ、ハートマスでね本当は回復もさせておきたいんですけど、もう突破になるかな。でもで攻撃ができないんでね、下2人は息を整えるってやって TP を回復させると、そういう感じになっちゃいますね。こいつはガラクタを持ってんのか。で、サバイバル教本、新たな武器が作れるようになったと。いいね。で一応ねこういうところをクリアすると経験点が手に入ったりコツが手に入ったりするんですけど、でレシピ4をそのまま取りに行くのはどうかね。いけるかな。レシピ3をねちょっと開発しておきたいんで、勇者風の剣見た目だけはかっこいい。ダークファングとか名前はかっこいいね。素材がマジで全然足んないけど、ヘビーハンマー、強化バンテージ、2回攻撃のやつを2つ装備するとこれ4回攻撃になるよね確か。改造パチンコ、あこれね、大砲系の武器は全体攻撃できるんですよね。その代わりにもちろん攻撃力は下がるのと命中率もね、下がるんで、どうかな。俺は銃系の方が好きかね。であとはまたここら辺のジャージとか蜘蛛の糸コートとか、やっぱりちょっとランク3の装備を少し整えたいんで、素材集めをしていきましょうかね。で、そうだね、まずは何を作るかを決めないといけないんだよね。やっぱりすりこぎって攻撃力37とかだったよね。まだすりこぎでやっていけるかな。ここでどっちか欲しいね。ダークファングの方が圧倒的に強いな。アライヌの精霊鉄、鋭い牙、アライヌのは作れる。精霊鉄、あ精霊の元が足りないのか。とアライヌの精霊鉄、アライヌの精霊鉄、鋭い牙、鋭い牙はあもう敵を倒さないと無理だな。まあ、こんな感じでね、ちょっと、装備を作るっていうのがまず目的ですね。で強い装備を作るためにはレシピが必要になるんで、まあ、ここは適当に探索してないところをやっていきますか。そうですね、あとはちょっとこの急行車を探索して、素材を集めて、アイテムを作っていくという作業になりますので、特にねこの後なんか進展があるかって言われると、装備を作るくらいなので、だからまずはレシピを取りに行くと。でとりあえずまあ今回はレシピ3まで取って、まあ次回以降ね、レシピ456っていうところに進んでいきたいと思いますので、まあ2月の3週ではあるんですけれども、とりあえず今回はもうこれで終了します。で、ダンジョンはね1回でめちゃくちゃ長くなるんで、もうすでにね1時間が、収録時間で経過してるんですよ。なので、今回はこれで終了して、次回はいろいろとね装備を揃えた後、レシピ456を取りに行くところから始めていきたいと思います。
というところで、なんか中途半端なね、気はしますけれども、一旦これで、終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。